ジョージ・レーゼンビーは、オーストラリア出身の俳優。二代目ボンド役が有名であり、歴代ボンドの中でも唯一、ヨーロッパ圏以外の出身の俳優でもある。レーゼンビーは1939年、オーストラリアのニューサウスウェールズ州クイーン・ベイアンに生まれた。高校を卒業後、キャンベラにある、モリスモーター社で車のセールスマンをした。スポーツではスキーが得意で、 スキーのインストラクターをしながら、いくつかの競技に出場した。また地元バンドにも所属し、ベースギターも演奏していた。そしてオーストラリア軍に所属し、軍装の階級を得て、マーシャルアーツのインストラクターをした。除隊後、1964年にロンドンに移り住み、中古車のセールスマンを続けていたが、間もなくファッションモデルに転身、雑誌 PB 等の売れっ子モデルとなる。 俳優でなかったため、この当時の映画やドラマへの出演はなかったが、チョコレートバーのテレビ CM で脚光を浴びる。後に、女王陛下の007で監督をする、ピーター・ハントによれば、あの CM のおかげで誰もがレーゼンウィーの顔を知っていた、という。ショーン・コネリーが、映画007シリーズの主演降板を表明し、また、後に三代目を襲名するロジャー・ムーアとの出演契約の断念を受け、 e o n p r o d u c t i o という i t e ドアーティストは数百人からなる二代目007候補を検討した。結果、レーゼンビーがスクリーンテストに合格した。アクションのうまさをピーター・ハント監督に変われたことが要因だった。1969年にシリーズ第6作女王陛下の007でジェームズ・ボンド役に抜擢される。二人のプロデューサーのうち、 アルバート・アール・ブロッコリーよりも、ハリー・サルツマンが強くレーゼン・ビーを押した。撮影中に、レーゼン・ビー本人から、次回作以降の交番を申し出てしまったが、本人が後に、続ければよかった。もう一作続けていれば、さらに7本続いたと思うと発言する一方で、アルバート・アール・ブロッコリーは撮影中、この映画がレーゼン・ビーにとって、最初で最後の007になるだろうと言った。 現場での態度も悪く、旧役のデズモンド・リューエリンは、あいつは、スターの振る舞いとは、現場に遅れてくると思ってたようだと語っている。レーゼンビーは、ブロッコリーの妻、ダナが関係者を招待したパーティーでもトラブルを起こした。ダナは招待状を送る手間を省き、招待者リストを壁に貼った。すると、パーティーの当日、レーゼンビーは、会場の外で不愛想に振る舞った。 中へ入るように誘う棚に、俺はスターだぞ。招待状を送るのが礼儀だと棚に食ってかかった。すると、ブロッコリーが自分でスターなんて言っても無意味だと悟した。しかし後年のインタビューでブロッコリーは、あれはいい映画だったと回想し、後にバーバラ・ブロッコリーと共にプロデューサーを継いだ、マイケル・ジー・ウィルソンも今でも多くのファンがいるのは頷けると言っている。 実際ロジャー・ムーア時代はムーアが2代目ボンドと勘違いされるほど存在感が薄かったが原作ファンによる作品の再評価や1本しか出演していないプレミア感から年を重ねるごとに存在感を増している2016年現在歴代最年少のボンドである女王陛下の0 0なのではスキーを得意としていながら スキーシーンで主演 US ダントマンの使用を強制されてしまったものの元来の運動神経の良さを買われ1973年に香港のゴールデンハーベスト社の名プロデューサーレイモンド長の招きで彼の制作するブルースリーの死亡遊戯に出演する目途が立ったこの作品は GH 社参加のリーのスタープロであるコンコルドプロダクションとベイ・ワーナー・ブラザースとの合作 萌えよドラゴンより前に制作決定したため、リーは、香港を除く、国際市場ではまだ、映画スターと呼ばれる域に達しておらず、イギリスの植民地である香港でのレーゼン B の映画出演は事実上の、宮高地だった。レーゼン B によれば、ボンド役交番の際に、ブロッコリーから、お前は、マカロニウェイスタンドマリだと揶揄されたというが、香港のカンフー映画の脇役出演も似たような、 ものであった。リーの休止により、1978年に追加撮影され完成された死亡遊戯は、脚本も大幅に変えられたことから、オリジナルのキャストも一新され、レーゼン B の出演も叶わなかった。だがそれ以前に死亡遊戯出演が流れた代わりとして、レーゼン B はゴールデンハーベストとの間に3本の映画の出演契約を取り付けた。 マーシャルアーツの特技を生かし、ゴールデンハーベスト制作の香港映画、暗黒外のドラゴン電撃、ストーナーで、アンジェラ・マオと共演。この作品の現代は007の当時の中国大名、鉄混合作品を思わせる、鉄混合大橋使用である。続いて、香港、オーストラリア合作映画、スカイハイで悪役を演じて、ジミー・ウォングとも共演。この作品で、レーゼンビーは、 スタントマンを使わず、自ら火だるまになって、ジミー・ウォングとの格闘シーンに臨んだ。両作品とも工業的には成功しており、彼のアクションが存分に活かされた。同時に、GH 社のブルース・リー死去後の国際マーケットへのアピールに一役買っている。また、ブルース・リーの幻の共演者として、リーのドキュメンタリー番組には頻繁に登場し、その回数は、 生地な共演者を遥かに凌駕し、リーの長年の友人ジェームズ・コバーンにも匹敵する。また、レーゼン・ビーは、マカロニ・ウェスタンの巨匠、セルジオ・レオーネの夕日のギャングたちの出演オファーを受けるが、ブロッコリーの言葉を連想したのか、これを拒否。代わりに、コバーンが出演したという縁がある。それ以降は、アメリカ・サンタモニカに移り住み、レーサーをした。俳優として、しばしば、 ボンドのパロディを演じている。1983年の0011ナポレオンソロ2では JB e の役名でタキシードを着てアストン・マーティン DB5 に乗るイギリスのスパイを楽しげに演じた。この年はショーン・コネリー主演ネバー・セイ・ネバー・アゲインとロジャームーア主演007オクトパシーが制作、公開され世間を賑わせたが同時に当時の歴代ボンド全員が 揃い踏みの形になった。同作のプロデューサーは後に自身が制作した TV シリーズ忍者ジョンマックスと新ヒッチコック劇場にもレーゼン B を起用。前者はブリティッシュエージェントマロリー役でアストン・マーティン DB5 に乗りワルサは PPK を携え白のタキシード姿で出演。このエピソードの悪役は前作でイリア・クリアキンを演じたデビッド・マッカラムだった。 後者では、伝説的スパイ、ジェームズ役で主演する。このエピソードは、ダイヤモンズアントフォーエバーという題名だった。シャーリー・バッシー歌唱による主題歌をバックに、冒頭から、白のタキシード姿に、ユニオンジャックがあしらわれたパラシュートを着用して、登場、舞台となる山荘にチェックインする際、おなじみのセリフを用とするが、マイネームイズ、ジェームズ、フロント係が知っていたので、 フルネームを名乗る機会を失った。その後、3層のバーで、ドライマティーニを出そうとするバーテンダーに、ノットスタードと、ちょいちょい、定番のセリフを散りばめる。番組自体が、ヒッチコック劇場なので、ストーリーは、密室サスペンスだが、クライマックスには悪党を相手に、レーゼンビー得意の格闘場面も存在する。猟奇犯罪を見事に解決したジェームズはスパイとしての、 本来の任務を達成すると、唐突に、ソビエト将校が現れ、丸型のスコープサイトで狙いを定めたところを、ワルサーで返り討ちにする。ターゲットサイトは赤く染まっていく。という内容である。近年は、DVD、女王陛下の007、アルティメットエディション、特典映像インタビューで姿を見せ、やや吹け込んだ感はあるが、その存在をファンにアピールしている。 英米で催される映画ファン向けのイベントにおいてシリーズの元出演者のサイン会が企画される際にもボンドを演じた俳優としては唯一頻繁にその顔を見せる2012年にはゲスト出演した TB 映画で当時の新作を意識したセリフを言っているこの他にもスーパーマンの少年時代の活躍を描いた TB シリーズスーパーボーイで映像化作品では マーロン・ブランドに続いて、スーパーボーイの父親、ジョエルを演じ、シルビア・クリステル主演の TV シリーズ、エマニュエルにも、マリオ役で、レギュラー出演。また、声優としても、バットマン・ザ・フューチャーシリーズに、キング役で出演する。と、日本ではあまり知られていないが、欧州と英語圏では一定の出演作とそれに、応じた、知名度があり、ボンド役の契約を結びながら、イオンプロの都合で、 キャンセルされたジョン・ギャビニア、ジェームズ・ブローリンよりも有名である。現在は俳優業のから、実業家としての活動をしている。不動産投資などをして、ハワイ、カリフォルニアやオーストラリアの牧場、香港の建物を多数所有している。プライベートでは公開、カーレース、オートバイレース、テニス、ゴルフを楽しんでいるという。ロジャーム・ウーアとは、 頻繁に連絡を取り合う中で、ムーア時代の恒例行事の一つである交番宣言がある度に、レーゼンビーはムーアに、俺はいつでも空いてるよと伝え、ムーアはそのままブロッコリーに伝えたが、返事はなかった。ありがとうございます。